続いて今まで練習した線を形で描いてみたいと思います。それでは右から2番目のレイヤーをボタンをタップして、一度レイヤーを削除したいと思います。一番右の縦バーの一番下のゴミ箱をタップします。そうしますとレイヤーが削除されました。それでは一つレイヤーを追加したいと思います。左上のプラスボタンをタップします。そうすると一つレイヤーが追加されました。それでは形を描いてみたいと思います。7のレイヤーを選択タップします。レイヤーボタンをタップして閉じます。それでは描きたいと思います。まず立方体を描きます。できるだけ線と線の接点がつながるように描いてください。円柱です。そして細かいですのでピンチイン拡大して描いてください。このようにして描いていただきます。それではピンチアウトして縮小して右から2番目のレイヤーボタンをタップして7のレイヤー中央の目玉のタップして一旦画像を閉じたいと思います。それではタップして次に6のレイヤーを選択タップしてレイヤーボタンをタップして閉じます。続いて曲線を描きます。このように接点が合うように線と線の交わる部分は練習をして感覚をつかんでください。